問題。犯人は誰か。また、その根拠を4つ示すこと。回答。丸い。1、犯人は黒髪。2、現場にネイルチップをつけていた。3、遺言状を知っている。4、睡眠薬を持っていた。先生、なんだが今こうして喋っているうちに頭が整理されて、犯人が分かっちゃいました。そうですよね、丸いが犯人ですね。早速取り調べに行ってきます。 まず一つ、君の頭髪が狂気の像から見つかった。それから、偽装用にあった脅迫文は別の目的であったことが判明した。何か言いたいことは。私は、小さな田舎町で育ったの。何もないところよ、刺激も何もない、どれだけ有名になっても、刺激を求めることに終わりはなかったわ。ギャンブルにはまり込んでしまうことに、そう時間はかからなかった。お金を持っていても、 それ以上のお金を失えば、借金生活になることくらい分かっていたわ。それで、監督に金を借りようと。それしか選択肢はなかったの、少なくとも私の頭の中では。疑いをそらそうとしたことも、彼女の動機を利用しようとしてのことだったわ。他にも色々考えて、種をまいていたの。双子が口論するときには、 ボディーガードに離れているように指示をするようになったところとかね。これだけの計画性だ。きっちり牢獄で罪を償うんだな。